放棄の指導者、釈社員像は、1669年6月に、アイヌ民族で渋チャリの市長尺社員を中心として、起きた放棄。アイヌの二部族の構想、報復の最中に、マサキ藩に対する武器対応要請の使者に関する、誤報から、マサキ藩への大規模な放棄に発展した。日本の言語で、漢文年間に発生したことから、漢文絵図放棄とも呼ばれている。 シブチャリ等の太平洋沿岸に居住するアイヌ民族集団、メナシクルとシブチャリから白オイにかけてのアイヌ民族集団であるシュムクルはシブチャリ地方の漁業権をめぐる争いを続けていた。この東西の二部族の対立は文献においては多くの死者が出たとされる1648年の戦いまで遡ることができるほど根深いものだった。15世紀頃から 公益や和人あるいはアイヌ同士の構想などによって地域が文化的、政治的に統合され、17世紀には河川を中心とした複数の狩猟、漁労場所などの領域を含む広い地域を政治的に統合し、和人から総対象、総詰めと呼ばれる有力主張が現れていた。借インや津軽一等氏に現れる石狩の主張、ハウカセ、 与一の八郎絵門やシリフカのカンニシコルなどがこれに相当する。アイヌ民族は、マサキ城下や、津軽や南部方面まで交易船を、ダシワ人製品である、鉄製品、漆器、米、木綿などを北方産物である重皮、酒、高羽、昆布などと交易していた。しかし17世紀以降、幕藩体制が成立すると幕府により、対アイヌ交易権は、 マサキが独占して他の大名には禁じられることとなった。アイヌ民族にとっては対話人公益の相手がマサキのみとなったことを意味し和人との自由な公益が阻害されることとなった。これは松前家の自責を記した白木の記録よりまだ柿崎聖の時代に秀吉から柿崎に公益の独占を保障する主因が与えられていることがわかる。 徳川時代では徳川家の歴史を記した徳川幹より家康から国印状を与えられ独占権をより強固なものとする。幕府権力を背景にした正木藩では17世紀後半には対アイヌ公益は正木城下などでの公益から商場地行政に基づく公益体制へと移行した。これは正木藩が エゾ地各地に、事業主と彼らの事業地である商い場を設定して、事業主には直接商い場に出向きそこに居住する、アイヌ民族との交易権を与える、交易体制であった。ナシクルの主張であるカモクタインやシムクルの主張で、アリハイに拠点を持つ、オニビシも、また総対象である。釈社員は、メナシクルの副主張であったが、カモクタインは1653年に、 シュムクルによって殺害されたために主張となった。相対召喚の構想を危惧したマサキハンは仲裁に乗り出し1655年に両集団は一旦講和する。この際、シュムクルとマサキハンは接近しシュムクルは親マサキハン的な立場となる。1667年鬼比氏の老いが、釈社員の同盟関係にある裏川で鶴を取り、釈社員によって殺されたのを機に再燃。 1668年5月31日、仲裁すると言って、中に入った金掘、金堀り、文史郎の館にやってきた、鬼菱を、借社員らが数十人で襲い殺害した。なお、同時期の北海道の南西部では、大島駒ヶ岳、臼山、孫崎山と火山の大噴火が頻発していた。特に、臼山の大噴火では、山陸の東屋湖周辺で3メートルの後輩を記録し、 影響は、日高山脈を越えた十勝地方にも及んだ。度重なる大噴火による生活環境の悪化が酒の不良につながり、シュムクルとメナシクルの構想の一員になった、との見解もある。釈者員に鬼菱を殺されたハエのアイヌは、マサキ班長に死者を使わし、報復のため武器の提供を希望したが、対立の進化を望まない班側に拒否された、その帰路に、 死者の一人で猿の主張で鬼菱の姉婿であった、ウタフが放送にかかり死亡してしまった。このウタフ死亡の知らせが、まさき藩による毒殺とルフされた。この誤法により、アイヌ民族は、まさき藩、ひいては和人に対する敵対感情を一層強めた。これによって、釈迦院は敵対していたシムクルを筆頭に、エゾ近く地の各アイヌ部族へ、まさき藩への放棄を呼びかけた。 1669年6月21日、シャ社員らの呼びかけにより、石狩を除く東は、釧路の白ぬかから、西は、手塩の増し周辺において、一斉放棄が行われた。決起した2千の軍勢は高町や先金掘り、交易商船を襲撃した。突然の放棄に、和人は対応できず、東江戸地では213人、西江戸地では143人の和人が殺された。 一斉放棄の法を受けた正木藩は、家老の柿崎広史林が部隊を率いて、君類に出陣して、釈者援軍に備えるとともに、幕府へ放棄を求放し援軍破き、兵糧の支援を求めた。幕府は、正木藩の求めに王子広崎津軽氏、森岡南部氏、秋田佐竹氏の三藩へ、蝦夷地への出兵準備を命じ、正木藩主、松前範広の王子にあたる、 片本の松前康弘を指揮官として派遣した。広崎藩兵700は、藩主一門の杉山義成を対象に、正木城下での警備に当たった。釈社員は弓屋主体で、鉄砲27丁を所有していたの対し、正木藩は鉄砲16丁であったので、津軽、南部藩などから鉄砲を借り受け、計70丁で応じた。戦闘は8月上旬頃まで続いたが、 内浦は日体のアイヌ民族集団と分断され、協力が得られなかったことから、借社員軍に不利となった。このため借社員は交代し、正木藩との長期交戦に備えた。9月5日には、松前康弘が正木に到着、同月16日に、君類の部隊と合流し28日には、正木藩軍を指揮して、東江戸地へと進軍した。さらに松前康弘は、 マサキ関係の深い親、マサキ的なアイヌの集落に対して、強準させた。アイヌ民族間の分断と尺社員の孤立化が進んだ。部族意識が強く、長年の部族間対立やマサキとの関係に差があったために、中立を維持して、放棄側に参加しなかった集団も多かった。さらに敵対していたアイヌらは、マサキへの味方を表明して、マサキ側として、 戦闘に加わった、シブチャルに知り添いた釈社員は徹底抗戦の構えで、あったが、鉄砲の威力で、まさき犯勢の優位の展開となり、償いの宝物などの提出、釈社員らは除名という条件で和議となった。戦いの長期化による、公益の途絶や幕府による解役を恐れた和睦の申し出だったが、釈社員は、この和睦に応じ11月16日、 ピポクのマサキ藩人影に出向くが和睦の主演で暴殺された。この他厚間や猿に和睦のために訪れた主張も同様に暴殺あるいは捕獲された。翌17日には、釈社員の本拠地であるシブチャリの茶師も陥落した。指導者層を失った法規軍の勢力は急速に衰え、戦いは収束に向かった。翌1670年には、マサキ軍は、 余一に出陣して、アイヌ民族から賠償品を取るなど、各地のアイヌ民族から賠償品の受け取りや、マサキへの標準の確認を行った。戦後処理のための出兵は1672年まで続いた。この、尺社員の戦いを経て、マサキは、エゾ地における対アイヌ交易の絶対的主導権を握るに至った。その後、マサキは、 中立の立場を取り放棄に参加しなかった地域集団も,も含めたアイヌ民族に対し7か条の起承分によって服従を誓わせた。これにより、正木藩のアイヌに対する経済的、政治的支配は強化された。その一方でアイヌにとって不利になる一方だった米と酒の交換レートを幾分緩和するなど、融和策も行われた。また、津軽一等市に見られる総大将という、 アイヌ有力主張によって統一されていた広大な地域は、商い場地行政や場所受け負い制が発展、強化されることによって、場所ごとに分割されることとなり、下人的千人ほどを持つ石狩の総大将、ハウカセのマサキ殿は、マサキ殿、我らは石狩の大将という発言に象徴される強い、自律性を持つアイヌ民族の地域統一的な政治結合も解体されていった。 余一など地域によっては、自分稼ぎと呼ばれる、アイヌ民族主体の自主的な漁業も何とか維持されたが、マサキ藩による、場所をけおいの完結、大規模な漁場開発に伴う窮状の原因となった。松浦武四郎の、知床西市には、女はもはや十六七にもなり、夫をもっぺき時に至れば、国無し島へやられ、諸国よりいる来る両者、船方のために身を自由に取り扱い割れ、 男子はメトルヒにならばやられて、昼夜の別なく攻め使い晴れ、その年森を百里街の離島にて過ごす事故、ついに生涯仏間にて暮らす者多くと記されている。2016年10月28日、北海道おしゃまん部町は、釈社員の戦いで、激戦地となった国縫い川ほとりの旧国縫い子敷地に、釈社員古戦場跡碑を設置して、除幕式が行われた。この石踏みは、 台座からの高さ2メートル、幅3メートル、奥行き1メートルの大きさで、見陰積成である、シシャクシャイン上司、ありがとうございます。